にちは。カステラを買ってきたので今から食べたいと思います。じゃあ、紹介を。まず最初に買ったのが福沢屋さんのカステラです。福沢屋さんではこれ普通のもあるんですが、今限定の新幹線が通った新幹線かもめ、これ675円、1個675円で2個入ってるのかな。中開けてみたいと思います。いただきます。紹介してから食べる？どっちがいいの？全部紹介しますね、じゃあ。とりあえず。とりあえず、豚屋。はい、では、泉屋さんです。泉屋さんのは、かわいい。かわいい。こちらです。かわいい。この模様が好き。こんな感じで見ます。ですね。着物の模様にもある。お値段は、1000円でした。はい。1000円でいろいろ入ってるね。いろいろ入ってますね。3種類。ハチミツとマスタとココアが入っています。あと1つ。はい。全然移動です。デニバが一番。違う。間違えた。何です？何です？ありますよね。デニバは2番か？カステラ1番か？すいません。カステラ1番。カステラ1番出ます。全然予算です。こちらは何？あの四角い。カステラ巻き。カステラ巻き。三笠焼き。三笠焼きを買ってきました。今から食べたいと思います。お値段は2つずつ買って760円だった気がします。間違ってたらごめんなさい。持っていってなかったね。こんな感じです。どれから食べる？これから食べるか。はい、いただきます。じゃあ開けます。中はキューブカステラになってるんだ。これキューブカステラでお土産とかに人気の、あの1個ずつ個包装になってるから、うん、1本。あ、じゃあ私これいただきたいですか。そう、お友達とかにあげるときに一個ずつこれあげれるからいいもんね。今これでいろんな、今ハロウィンの柄とか秋のもみじ柄とか出てたんで、ザラメ大好きな、ザラメ下の紙を破ってちゃんと取ってから食べてくださいって書いてるからね、ザラメのところ。いただきます。くさやはザラメですよね。ザラメ。あ、もっと。美味しい。ザラメが食べたいもん。うん、あれね、桃カステラも上だけ食べるもの。そうね、葉っぱのとこ、葉っぱのとことか大好き。長崎の人は結構くさやをもらう。うん、住んでるとなかなか買って食べないですからね。もらうものか。もらう。甘いけどこう甘ったるいって感じならないんで、どうしますか。あ、これ、これこれどうなってるんだろう。3種類入ってるんだけど、うん、箱が可愛いね。泉屋さんのはなんかいろいろちょっと持っていくのに可愛い。うーん、ずっとね、あの模様あの模様って言ってましたね。どれから食べますか。抹茶、ココア、蜂蜜、蜂蜜、抹茶？抹茶、抹茶からじゃあ渡していただきます。抹茶行こうかな。入るかな？一個ずつ違うのがいい？ココア食べてみようかな、私。ココアかな？一個ずつ入ってみる。